宮城総は、日本の演出家。東京都千代田区出身。区、ナウカシアターカンパニー代表。スパック静岡県舞台芸術センター芸術、総監督。舞台芸術財団演劇人会議評議員。全ベセト演劇祭国際委員会日本代表委員。アポフ、アジア舞台芸術祭プロデューサー。東京芸術祭総合ディレクター。 2004年第3回朝日舞台芸術賞受賞。2005年第2回朝日ビール芸術賞受賞。2018年平成29年度芸術戦勝文部科学大臣賞受賞。2019年フランス芸術文化勲章シュバリエ受賞中学時代に3学年上に在籍していた野田秀樹の校内公演に多大な影響を受け演劇を志す。 大学在学中には、小田島有志、渡辺森明、日高八郎から演劇論を学び、独自の俳優訓練法を開発。1990年に、クナを旗揚げ以降は、主演女優のミカリなどセリフを言わず役の動きに専念する俳優と、その脇に座りセリフの発生に専念する俳優に、分かれるという人形浄瑠璃のような手法を追求した。この、 こと、同分離の手法と、出演俳優による打楽器演奏を織り混ぜた、精緻な演出によって、シェイクスピア、ハムレットや、三島由紀夫、熱帯樹、泉鏡花、天守物語、ギリシア悲劇、王女メディアなど、様々な戯曲で代表作を生み出す。2007年に、スパック静岡県舞台芸術センター芸術、総監督就任後は、自身の演出において、 こと、同分離システムを進化させつつも、それにこだわらない、幅広い演出手法を発揮し、シェイクスピアをはじめとした、古典技曲から、ソポクレス、アンティゴネといったギリシャ悲劇、さらには、マハヤバーラタなど様々な文化圏の神話までを、題材にした幻想的な舞台を数多く生み出し、国内外より高く評価されている。また、スパックにおいては、若手演出家の登用や、演劇による、 アウトリーチ活動、教育普及活動についても積極的に推進している。宮城里志承久なうかスパック、ありがとうございます。